忍者チャンネル。ほらこっちだよこっち。待ってくださいよ。ちょっと一体何なんですか本当に忍者の皆さん。この間よくも騙してコマを取ってくれたな。いやまあそれは本当すいませんでした。いや皆さん、はい、今日は罰としてこの色チン前で試してやる。こういう仕組みだ。見てみろ。チェン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 。切れ味を見せてやる。刃を上げるぞ木の枝。いざ。おーちょっと切れ味良すぎませんかこれ。みんな切れ味すごいやつでやめてくださいよ。ちょっとおい手を入れさせろ。怖い、やめてください。わかりました。小判返しますから。小判では一応この木の枝を入れる。いやちょっと心の準備はいいか。いや できてないですよ。ちょっと3やめて。2、1でいくからな。びっくりしたびっくりした。いくぞ。3、2。やられてしまいましたよ。私が小判を盗んだばっかりに。皆さん私は完全にやられてしまいましたよ。忍者たちに。まさかギロチンなんて。それにしても私前回の動画で小判を盗んだだけですよ。ちょっと罪と罰のバランスおかしいですよね。立ちなさい。いや立たないですよ。もうそんな気分じゃないですから。立つのよ。わかりましたよ。ちょっと待ってください。右手あれちょっと切れてない。切れてませんよ。気づくの遅っ。ちょっと待ってくださいよ。どうして切れてないんですか。実はな抜け身の術で助けてあげたんですよ。マジか。本当に良かったですよ。いい子のみんな悪いことしちゃいけないぞ。あ、いい子だか悪いことしないか。伊勢忍者キングダムはこのような忍術で皆様のお越しをお待ちしております。チャンネル登録お待ちしております。高評価もお待ちしております。忍者チャンネル。